俺のコンカフェが話題になってた。へえ、そうなんだ。いや、皆さんぜひ来てください。あの、意外とそんな混んでないっす。意外と来たら座れます。みんななんかめちゃめちゃ混んでると思って来てない人のために言っとくと、あの、意外と席は、あの、奥にもテラス席とかあって、あの、意外と大丈夫なんで、うん、高くないよ、高くない、全然安いよ、うん、2000円だけ握りしめてこい。あと、俺もたまに出ます。俺もたまにいる。あの、エンカウント率みたいな、色違いのポケモン出てくるぐらいのあれで、だって俺2日目とか俺いたもん。で、なんか、わかんねえ。なんか俺の視聴者とかいて、普通になんか、店のことチェキ取りゃいいのに、なんか、ユータとチェキ取らせてくださいって言って、俺がなぜか吠えてチェキ取るみたいな。全然俺週1ぐらいはいると思う。うん。あ、俺週1でいるよ。週1ぐらいでいる。うん。女性も行っていい？いいに決まってるやろ。で、なんかね、すごい、なんか、なんだっけな、なんかとんでもねえ客が来たんだよね。なんか見た目は可愛らしい女の子だったんだけど、なんかいきなり、なんかその部屋って、なんかそのコンカフェってカラオケとかも常備されてんのね。カラオケ歌えるの、店内で。それでなんかゆうたさんに、なんかカラオケのリクエストできないんですかって言われて、で、ちょっとそういうのあんまりちょっとわかんないですって言ったら、何歌ってほしいかって言ったら、仮面舞踏会リクエストされて、さすがに俺ちょっと絶句したわ。仮面舞踏会歌ってもらえませんかみたいな。さすがに絶句した。そこ、ここ、牛宮城じゃないのに、牛宮城じゃないのに、うん、俺のお箱じゃねえよ、別に。俺が出せって思った曲なのに、なんで俺がお箱なことになってんの。で、あの、サインしてくださいって言われて、で、その次にサインしてくださいって言われて、あの、なぜか知んだけど、障害者手帳出されて、これにサインしてください。いや、俺ちょっと好きになったわ、その人のことを。うん。恋してしまったかもしんない。俺初めてだよ、俺、結構スマホとかさ、シャツとかにサインしたことあるんだけど、俺、障害者手帳に、俺、障害者手帳にサインしたの初めてだわ。